下ネタそもそもなんか好きじゃないし、ちょっと新たな風の穴があったらすぐ入れちゃいます。今回ですね、すごい人来てます。すごい人、はい。え、なんか、え、生年月日、映像関係の仕事を。こんにちは、 AV 男優のしみけんです。今回ですね、はい、しみけんさんとお願いがありまして、はい、うちの社長がまだやったことないジャンルがあるなーっていうのをちょっとずっと思ってまして、下ネタをですね、ちょっとうちの社長、本当避けて避けて嫌いでっていうことを言っててですね、結構うちのチャンネルコラボ最近やってないんで、そろそろかなと思ってるんですけど、なんかこういうタイプ嫌とか、なんかそういうのないですか？嫌なタイプ、はい、下品な人とか、横柄な人とか、まあそういうのじゃないけど大体大丈夫だと思うよ。下品ってなんかどういうレベルの下品ですか？え、なんかいきなり初対面で下ネタぶち込んでくるとか、なんか気分悪いじゃん。ああ、まあ確かに確かに。下ネタそもそもなんか好きじゃないし、あんまりそういうの話さないじゃん。マコナリ社長にそれする人いないと思うけどね。確かにマコナリ社長が下の話してるのってあんま聞かないですよ。ちょっとでも表現の幅はやっぱ広い方がまあいいなっていうふうにちょっと私たちも思ってますので、うん、下ネタは上手に使えば最高のコミュニケーションツールになる。マコナリ社長チャンネルにちょっと新たな風穴をちょっと開けていただければと。はい、もう穴があったらすぐ入れちゃいますから。マコさんこんにちは。こんにちは。今回ですね、すごい人来てます。すごい人、はい、すごい人って言うと、はい、言い方悪いけど、まあ、それこそ本田圭佑さんとか、はいはい、中田敦彦さんとか、はい、もういろんなプロフェッショナルの方々になんか会うことができて、え、改めてすごい人、今回真子さんに隠すぐらいです。ブラッド・ピットとか革命的な人に今回来ていただいて、今流したよね。なんかここまでハードル上げて登場させるってなんかもう失礼だと思うんだけど、これ本当に大丈夫？これ大丈夫です、任せてください。じゃ今回こちらアイマスクちょっとつけていただきまして、ほう、ゲストの方、ゆっくり入ってきていただくので、ということで、ちょっと今ゲストの方、お隣におかけいただきました。え、まだ外さないでくださいね。ああ、ちょっと何問かちょっとヒントちょっとずつ出していきますね。書籍を何冊も出されている方です。まあ書籍ってことはビジネス系かな。ビジネス系で本を出している、大体出してるじゃん。ちょっと難しいですかね、まだ。はい、ちょっと次のヒント。筋トレとか食事とか生活習慣にだいぶこだわってらっしゃいます。筋トレ？生活習慣？え、ちょっと全然わかんない。ビジネスって本出してて、え、それ筋トレ系の本ですか？もうちょっとヒント出しますね。はい、また流された。生年月日、これ1979年9月1日の現在44歳です。ベテラン？え、思ったより上だった？この方ですね、映像関係の仕事を20年以上されてます。映像関係、やっぱ俳優さんで筋トレもやってる俳優さんとかいた？この日本の特にこう男性に人気のある方ですね。男性、多分男性であるのかなとは思ってて、本出してて筋トレっていう時点で、はい、さらに言うと男性ホルモン強めのえ、でも全然わからなすぎ、なんでそれを今日この企画でそういう方に来ていただいたのかが全然今わかんなくて、ちょっと、はい、手とか触ってみますか？え、いいんすか？右手を出していただいてるので。え、え、なんか、え、え、なんか、え、え、座らせてる場所間違ってない？ちょっと待ってください、あのゆっくり、あ、え、あ、柔らか、柔らかくない？え、あ、筋トレしてる手ですね、これ。え、ちょっと指の、え、なんか握手の仕方って最近変わりました、世の中的に。なんかちょっと違うんすけど。え、マジでわかんない。じゃあちょっと行きましょうかね、そろそろ。じゃあアイマスク外すまで5秒前。こんにちは、こんにちは、こんにちは、 AV ダイのしみけんです。よろしくお願いいたします。というわけで今回しみけんさん来ていただきました、よろしくお願いします。お願いします。よろしくです。あ、はじめまして。はじめまして。まこさん、僕のこと知ってます？いや、知らない嘘だ嘘ですね。知ってるんですよ、僕は。元嫁の発注を開始、いろいろとお話を聞き、僕はまこさんの動画をよく見てました。ちょっと待ってください、まあ、もちろんご存知。あ、よかった、知ってます。よかった。知ってるんですね。どこで知ったんですか？
いや、なんか友人の旦那さんで俳優さん、俳優をやってるっていうことを聞いて、筋トレが好きで、まあ、実は一回僕あのすれ違ったことあるんですよ。あの渋谷のゴールドジムで。あ、渋谷のゴールドジムで。はい、はい、もうよくあそこで勃起します。あのその時にめちゃめちゃマッチョな人いるなと思って見たら、あ、どこかで見たことある人だって。え、でも、え、ちょっと待ってください。一応マコナリ社長、こういう話したことないんです。したことないですよね。今日は、はい、マコナリさんはこのオーバーグラウンドのトップはいろんな人と会ってきたと思います。はい、このアンダーのボトムなのかトップなのかわからない、ここの話で僕結構ね、マコさんと共通点あるんですよ。え、あります。僕、はい、生産性とか、はい、効率とか、はい、ライフハックとか、はい、そういうのにすごいこだわってここまで来ました。確かにそれは一緒ですね。はい、生産性、はい、しかし僕の生産性っていうのは産むではなくて、あの立身弁のせいなんですけども、ただおそらくですね、何かしらこう人の上に立つというか、はい、一つ抜ける人というのは共通点があると思うんですよ、はい、なるほど。なので今日は僕のライフハックならぬライフファックというのを持ってきたので、これ紹介して今後まこさんの生活に何か取り入れるものがあったらいいなと思ってきました。あの、すみません、あのちょっとね、コミュニケーション術とかで、はい、あの相手が言ったことをちゃんとお迎えししていこうっていうことを何回も言ったことあるんですよ、ええ、会話しやすいと、はい、全くその技今使えない感じが繰り返せない。繰り返せないですか。じゃあライフファックどうぞ。リピートアフターミー。ライフファック。ライフハックこんなに声の張らないマコさん初めて見ました。私も初めて見ました。これあのなんだろうな、はい、超タイプ的に僕の弱点ですね、うん、今日。なるほど。なんか蛇に睨まれたカエルみたいになってますね。そんなことはないと思いますけど、でもマコさんはもうほら、もうこういう生産性とかそういうライフハックのジャンルでは、はい、もう突き抜けてるじゃないですか。得意なものをこれ以上伸ばし続けるのか、それとも弱点を伸ばして底上げをするのか、どっちかだと思うんですよ。まあ、正直カッコつけてたところはあるんですけ ど、 なるほど。ただ実際は何話していいか分かんなかっただけなのかもしれないですね。じゃあもう今日はとにかくそのまこさんが興味を持つような、あ、ちょっと力抜いてもいいですか、下ネタを、ね、を、はい、いろいろ話していきたいと思います。例えばですよ、はい、一流のアーティストというのはおそらく僕たち目隠ししても、あ、この人はあの人の歌声だなって分かるじゃないですか。それを挨拶で表現できるんです。僕は挨拶で誰かを、あ、そうです、分かる。よくね、おはようございますって言ってくるじゃないですか、はい、それではもう誰だか分からないですよね、スタジオ入りした時に。そこで、はい、人と差をつけるために僕はこう言うんです。こんにちは、本日よろしくお願いいたします。見てください。失笑ですよね。これでいいんです。この瞬間、僕は見下されるんです。そうすると人の懐に入りやすい。さっきまこさんはハードル上げて大丈夫って言ったじゃないですか。はい、ハードル上がったら下をくぐることを考えるんですよ。なんかすり抜けていきましたもんね。はい、下をピーンと張り詰めた空気の中で一つクスッと笑いがあったりとかすると、結構商談とか。うん、そういうのもうまく運びやすいのかなと。すごい。なので今日いろいろと持ってきたので、はい、ライフファック術を、はい、ぜひ聞いて、下ネタ大好きになってもらいたいなと思ってます。なんかその T シャツがもうこれ、うん、いや言えないんだよな。何ですかっていう顔する。恥ずかしがらずにセックス言いましょう。これ外まで響きましたよ今。やばいです。いきますよ。セックス。え、これ。いや、ついていかなきゃいけなかった。そうですよ。いや、まこさんは今ご結婚は？してないです。しないですか？で、はい、これがまあもしかしたら結婚してね、はい、家族を育むかもしれない。はい。そしたら性教育というものがぶち当たるでしょ？ぶち当たるん。ですよね、やっぱり。だからそのやっぱ性教育っていうのはやっぱり世界では5歳から始めろっていうふうに言われてるんです、
ただそんな早いんですか。そんな早いんですね。で5歳から始めると自分の体は大事だよってことを子供たちは認識するので、うん、初体験の年齢は上がるっていうんですね。あ、上がるんですか。そうなんです。だからよくね、寝た子を起こすなじゃなくて、もう子供は起きているっていう認識を持って性教育をしていかなきゃいけないんですけども、はい、うん、真帆さんがこのまま行ってしまうとどうやって性教育したらいいのかわからないってなるじゃないですか。確かにわかんないです。教えてもらってないことは教えられないので、うん、はい、これ恥ずかしいって言いましたよね。性教育の現場行くとみんなでね、大人たちが声を揃って、じゃあ皆さん一緒に言いますよ、3、はい、ペッとかバッとかセッって言うんですよ。大きい声を出して発声する。それはなんでかっていうと、子供にセックスって何って聞かれた時に今の反応すると、いけないこと聞いちゃったのかな、もう聞くのやめよう。で、行く先はインターネットの間違った情報です。そこを、これはね、セックスといって生物が繁栄するのに必要な行為なんだよっていうことを生物学的に答えることができると、子供、あ、そうなんだってなるんですよね。なので声を大にして言ってみましょう。ちょっとその前に僕の話してもいいですか。もちろんです。確かに僕、性教育を遅れたと思ってるんですよ、自分で。いや、今でも忘れられないエピソードが、ちょっと聞かせてください。あって、妹が欲しくてたまらない時期があったんですよ。 5歳離れてるんですけど、妹で、妹が欲しいってお母さんにずっと言ってたんですね、で、それで僕スーパーに連れて行かれたんですよ、今から妹が売ってるか確認しに行こうねって言って、僕を信じてスーパーに行って、あ、なんか妹いなかったね、今日はいないみたいだよって言って返されて、え、なんかこれおかしくないってなんか思ってたんですけど、よくわからないから、そういうもんなんかなってなんかはぐらかされて、そういう時にやっぱ性教育進んだ国だと5歳からちゃんとこの生物の真実を伝えていいもんなんですか。そうなんですよ。で、僕たち、はい、性っていうとなんか性産業の方、いやらしいことを思い浮かべるんですけども、はい、性教育っていうとそれ以外 の、 その生物学的なものとか、男女の性差とかそういうものになってくるので、子供って全然エッチな気持ちで聞いてないんですね。あ、そうですよね。だからね、そういう時はもう生物学的に、妹が欲しいんだったら妹を作らなきゃいけない。で、妹っていうのはどこから生まれると思うっていう質問をしてくるんですね。お父さんから生まれると思う、お母さんから生まれると思う。おー、なるほど。え、分かんないとか言って、分かんない、まあね、お母さんなんだよみたいなところで生物学的に話をしていくと、子供って興味を持って聞いてくる。で、分かんなくてもいいんですよ、いつか点と点が線になる時が来るので、っていう風に、ね、やっていくと、ね、いいです。聞いちゃいけないことみたいになってるとね。そうそう、なんかいつまでもこうお母さんにそういう性のことを相談できない。でも親って一番子供に身近な相談相手にならないといけないので、いや、そういうところは確かに今言われなければ僕もなんかごまかしてたかもしれないです、で、そしたら行き着く先って、今はもう携帯でから、はい、で、間違った情報インプットしちゃって、ネットでね、AV とか見ちゃってね、そこで僕はシミケンさんと出会ったような、見た先に僕が、はい、パン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 。マコさん、僕質問していいですか。ぜひ。いや、内容によります。ダメです。ダメなんだ。マコさん、最近勃起はしてますか。まあ、することもありますね。することもあります。することもあるでしょうね。オナニーはどれぐらいの頻度で。オナニー指数。指数、ええ、頻度ですか、ええ、指数ってたくさん世の中にありますよね。なんかビッグマック指数とかラスパイレス指数とかいろいろあるじゃないですか。オナニー指数ってのもありますから。正直なやつですか。正直に答えましょう。編集があります。1日2日に1回とかじゃないですか、ね、1日2日に1回、素晴らしいです。今あの周りが拍手するかすっごい悩んでるじゃないですか。素晴らしい。真帆さんのイメージ、はい、結構全然しないのかなって思ってたんですよ。あ、それでもよく言われます。なんか女性に興味持ったことありますかとか。そう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 、すごい言われます。安心しました。よかったです。だからなんでかっていうと、はい、男って全てチンポを見たらその人の調子が分かるんですよ。例えばチンポって矢印の形してますよね。だから何でもね、うまくいく人とか、そういうガンガンこうエネルギッシュな人って常に勃起してるんですよ。それは嘘ですよね。チンポがある。上向いてる人、はい、よく勃起する人っていうのはやっぱチンポ上向きですから、仕事も上向き。だいたいね、うつとか悩んでる、最近うまくいかねえなとか言ってる人ってチンポもね、あんまね勃起しなくて下向いてるんですよ。
その確かになんか落ち込んでる時にそんな興奮状態にはなりにくいですよね。で例えば男性厄年42歳って言います、はい、これは昔まだそういうホルモンとかいうのが解明されてない時代に、うん、やっぱり男性40代超えると男性ホルモンが落ちてくる。その時に決断力というのはなくなってくるんですね。だから仕事とかそういう何かのチョイスでうまくいかなくなって落ち込んでくるのが40代ぐらいで、うん、42歳でうまくいかねえなって、それをみんな厄年と言ってたんです。そこを勃起させてればこうじゃなくて厄年の厄は飛躍の厄になるんです、うん、だから僕は前もう皆さんにね、だって30代40代になると大抵最近元気ないんだよとかいう質問を受けるので、はい、そういう人にもう勃起させようって言って、そういう人にはもう勃起させよう、うん、勃起にいい生活サイクルとか僕が教えて、そういう人にはもう勃起させようは結構つぼっちゃって、ああ勃起です。でもね、まこさんはもう勃起してたからよかったです。だからこれを見てるまこさんのご視聴者さんの中で最近元気ないなっていう人のためにちょっと端的に話してもいいですか。ぜひ。勃起させるためにはもうね、サプリメントとか特別なものってないんですよ。やっぱ基本の 1,2,3 があって、食事、睡眠、運動、ヨガに、で食事というのはやっぱり食という字は人を良くすると書くので、はい、いいものを食べていい方にしようってことで、アボカド、クルミ、ブロッコリー、サーモン、おお結構好きですね。それらを食べて男性ホルモンが出やすい体にしていきましょう。もちろんラーメンとか焼肉美味しいので食べていいんです。そのいいものも食べた上でそういうものも食べましょうねっていうところを僕は推奨してます。それがまず食事、うん、睡眠も、睡眠の質に僕すごくこだわりがあるので、本当に真っ暗にして無音の状態で室温を一定にして7時間ぐらい寝てください。運動、運動も筋トレ、スクワットとか、とてもあの下半身に男性ホルモンの受容体が多いのでスクワットをしましょうっていうのをこう3つを。しみげんさんめちゃめちゃでかいですもんね。勃起のためにずその目的でやってる人多分ゴールドジムでしみげん確かいないんじゃないですか。でもこの前、ね、スクワットやった時に行くっていう人いましたからあの方もそうなのかなってあの方もそうなのかな、ということで、はい、この3つをこう推奨してます、はい、で僕の4つ目のオナニーって言ってたんですけど、エクストリーム出社、まこさんが唱えるエクストリーム出社とかってあります？ありますね。よくやってたのは朝本当に5時半とかに起きて代々木公園まで、渋谷に住んでるんですけど、うん、走って行って、おー素晴らしい、バスケして会社に行くとか結構やってましたね。素晴らしいですよね、はい、やっぱり朝運動すると1日の代謝が上がるし、はい、そうです、ね、頭も冴えるしね、うん、そう、それをエクストリーム、僕のエクストリーム出社はまず起きますよね、はい、起きて、まあ、アミノ酸を摂取してちょっと自転車を漕い で、 で血液回した後に15分タイマーをかけてオナニーをするんです。え、そのタイミングで？このタイミングでオナニーします。でその時に慣れた状態で触るんじゃなくて、今まであったこう興奮することを頭の中で想像するんです、ね、ムクムクって大きくなったらこす、でその時に射精してはダメです。え、想像でムクムクっと大きくなったらオナニーをします。で15分経ったらピピってなったらもうやめて、またいつも朝のルーティン。それやるとどうなるか、常にこのムラムラが続くんです。1日ムラムラが続くとどうなるか、全てエネルギッシュですよ。例えばね、これはもう言葉選ばないで言うと、街中でやってやるぞおーおーっていう風な感じでこうね、男性ホルモンブワって出てるから、戦いのモードがキープされるんですね。常に男性ホルモン値が上がった状態で1日を過ごすことになります。で最後仕事が終わって、ああ今日も1日頑張ったよって自分をねぎらうために射精すると、そうすると深い眠りに落ちますからね。シミケンさんの場合は多分おそらくその前に出してますよね、うん、出してます全然ご褒美じゃん、全然ご褒美じゃん。あのね、サラリーマンとかそうお仕事してる方で気をつけなければいけないのは、はい、そのエクストリーム出社するぞってさ、朝の15分で射精してしまうともう一気に下がるんで、あ逆に逆にそれをあえて止めて夜自分をねぎらうという、そうするとエネルギッシュとか違うんですよね。やっぱそのよく言うじゃないですか、あのボクシング選手が試合前は絶対にその出さないとか、うんうんうん、僕の友人でも僕に対して本当にもう1年にわたってオナキンをした方がいいっていうことを解き続けてきた人間がいるんですよ、うんうん、もうこれで人生の全てが変わるって彼は信じて今やってるか分かんないですけど、うんうんうん、やっぱ変わる感じあります？ありますね。でオナキンは正直あのもうお医者さんもう医学界でも言われてるんですけど、やめた方がいいです。あんま良くないですね。良くないです。あのオナキンをすると自分のその睾丸での精子生産性が落ちるので、使ってない部位になっちゃいますからね。そうですね。なので1日1回はしてくださいっていうふうに言ってますね。でも忙しい人はもう2日に1回はっていうので言ってます、
そうなんだ。3日目からは精子はもう自分の中で吸収されてしまうので使われないということで。なんか夜になるとどうしてもこうアマゾンとか楽天とかのサイトを見て無駄なものをポチッとしてしまいません？ありますね。あんまり僕はもう推奨してないですけど、うん、経験としてめっちゃあるんで。ありますよね。パコさんもこう部屋をね綺麗にしましょうって言ってるじゃないですか、うんうん、はい、やっぱりそれに集中するために余計なものは置かない、はい、僕もそれすごいやってるんです、うん、なんですけどどうしても無駄なものを買ってしまうっていう人におすすめなのが、うん、欲しいと思ったらまずオナニーしてください。で射精してください。射精すると全ての欲というのがブンって出るので物欲とかもかなりなくなる。その中でも欲しかったらポチってよし。完全に無欲の状態でも欲しいというものはそれ欲しいじゃなくて必要なものですから。男って頭脳が下半身についてるみたいですね。そうですよ。そうですよ。そうなんですよ。男性はもうここが本体であとはおまけですから、うん、じゃあここで僕のおすすめするライフファック3つ目です。なんか慣れてきましただんだん。あ、よかった。家に帰ってふう今日も頑張ったなってなってソファー座って携帯いじると30分1時間2時間経ってたりすることありません？ありますね。あ、明日早かったのにうわもう早く寝なきゃみたいな、なんでいじっちゃってたんだろうみたいな。いや僕はもう家に帰ったらスマホは絶対にもう触るなと。ただやっぱり例外的にあの連絡だけはお客さんに一旦返さないと、ね、ソファードファーっつってチャット開いて返している、ツイッターにちょっとチェックしちゃう、 YouTube 確認するとかやってるうちに 1,2 時間みたいななりますよね。なります。まこさんもいろんなところでもう触るなって言ってますけども、はい、僕も同じ考えで、はい、でも僕なりのこの触らない方法っていうのを見つけました。家に帰って家に帰りますよね。玄関入ったら2秒で全裸になってくる、うん、それまだ言います、ね、ドア閉まってないですよ多分、うん、ドア閉まったらやりましょうか。通報されて困るので閉まったら2秒で全裸になってください。ちょっとまだわからないんですけど全裸になったらどうですか。もう恥ずかしいっていうのと何やってんだろうし寒いしこれからの季節、うん、お風呂行きますよね。お風呂ガシャーって入ってもうさっさと終わらせて終わらせる。もう最初にやるべきことをやっておく、うん、その後僕はもう寝る前のサプリメントとかナイトルーティンやってもう歯ブラシする。そしたらもう食べることもできないですね。できない。お腹空いても歯磨きしてたらもうまた歯磨きするのめんどくさいからなって食べなくなりますからね、うん、携帯はその脱ぎ散らかしたポケットの中に入ってるからそこにまだあるんですね。まだあるまだあるのでわざわざね裸とかなのでまたこう探しに行かないですから、最後ナイトルーティンが終わったら携帯でその仕事の最低限の連絡をして、うん、電源切って、まあ、目覚ましを、ね、かけて、まあ、僕はもう読書して寝るっていうのが、おお、そこは一緒ですね。全裸以外は結構似てますね。服を着てるか着てないかが僕シミケンさんの今の差分です、ね、うん、だから逆にねこれは朝のモーニングルーティンにも入れてほしいと思って朝起きたら2秒で全裸っていうのもあるんですよ。朝起きたらもうそれ全裸で寝てますよね。体温維持したいので僕はあの絶対ねパジャマ着るんですね。パジャマ着るんですね。あ、でも起きた瞬間に脱ぐ。脱ぐ。パジャマ着てるからダラダラしちゃうんですよ。シャワー浴びてとりあえずリセットすることによって大抵そのスタートダッシュがもう30分は違いますから。結構違いますね。結構違う。30分は言い過ぎじゃないですか。朝の30分重要ですよ。そうなんですけど2秒の脱ぐで30分変わります。変わります。疲労対効果見てください。2秒が30分ですよ。30分は確定事項なんですね。変わることは30分ぐらいですかね。ぐらいですかね。なるほど。で朝のねメールチェックとかああそこに持っていかれないっていう。持っていかれない。ああ確かに。あれ一回やり始めるとどん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 会話が続いちゃったりとかして、うん、もうコーヒー飲む前に30分経ったりとかするので。ああありますね。だからもうね、うん、起きたらにシャッと開けて太陽見ていい日だ目薬さして2秒で全裸ですよ、うん、それまたあの外からシミケン宅を見ると全裸のシミケンさんがいつも見れるかもしれない。あとは気づかない可能性すらありますね。あなんでシミケンかつって普通の人だったらキャーなんですけど、うん、なんか男女ともにシミケンか、シミケン服着てる方が珍しいですよね。でも意外と最初聞いた時は適当にこじつけたようなものを言われて、うん、あの困っちゃうのかなと思ったら、うん、なんか3つとも結構ありだなってやったやった。まこさんにそうやって言ってもらえたら嬉しい。新しい感じの違う生産性を極めた男を、はい、初めてこう会いましたね、うん、ありがとうございます本当に、うん、ちょっともう今日は一番コメントできなかったです。あ過去一のパフォーマンスの低さでした。いやいや、それ逆に
新鮮じゃないですか。新しい刺激入ってません？中学校1年生で初めて部活の体育館に行った時みたいな広いっつってみんなでっかーでかいっつって、うん、あ、もうバスケとかね、うん、1年邪魔っつって怖っみたいな、あの時のなんかちっちゃかった本当の弱い自分に出会いました。なぜよかったです。いや今日本当にありがとうございました。よかった。